はい、どうも、虫キング TV のお時間です。今日は、カードの、ね、排出結果といきたいと思います。今日ね、まあ、暇があったんで、9回ぐらいやったかな。まあ、軽く1000円近くやっちゃいましたね。はい。久しぶりに虫キングやりに行ったんで、1ヶ月ぐらいやってなかったかもしれない。だからもうその分ね、いきなりもうやってきました。ということで排出結果といきます。では参りましょう。とですね、排出結果、はい、まず1回目、リーストの氷炭クワガタ。まあ1回目っていうよりもなんかノーマルはノーマルでまとめてる感じです。で2回目、3本ズのカブト、大型。3回目、3本ズのカブト、大型。こうかぶりましたね。4回目、姫カブト、大型。5回目、姫カブト、小型。そして、何回目だ ?6 回目、パンカブト。パンカブトね、欲しかったんでね、出てよかったです。カンター五角サイカブト、大型。マキシムスバルバネ、マキシムスマルバネクワガタ、小型。そして出ました、出てしまいましたよ、ネプチューンカブトの小型。小型だったんですけどね、もうチャンスってなって出ました。びっくりしました。普通のところでもチャンスってなるんですね。カップじゃないんだ、レイジ。僕、あれですね、シューのキャラクターでやってるんで、レイジとの戦いの時にゲットできました。1個、2個、3個あって、2個目の部分、クリオだっけ?クリオってだかっていうところの人の時に勝って、チャンスってなって出ました。と、まあ、こんな感じでね、まあ、ネプチューンを狙いに行って当たっちゃったみたいな感じです。9回もやっちゃったんですけど、嬉しかったです。またね、やっていきたいと思います。今日はね、ネプチューン狙いに行ったんで、虹色クワガタとか、なんでもないですって。はい。ネプチューンを浮かぶとね、ネプチューンウェーブとか見てみたいですね。なんかまだ俺見れてなかったんで、だとちょうどいいっすね、ステータスが。バランスですね。さすがバランス。ってことです。ではまた。